世界人類の皆様、サラムアレイコン。サラムアレイコン。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、天神三丁目町内会でございます。はい、この番組は、インターネットを通じて世界人類の皆様に親不孝通りの魅力を発信していこうということで放送しております。私、司会の町内会長こと番長でございます。よ、番長。こんにちは、田広志です。ウッチーでございます。ウッチー。イッスミエロイザ。エロイザでございます。イッスミマルル。みんなの笑顔をいただきマルルでございます。また今週はですね、はい、超インターナショナルな方に来ていただきました。はい、実はこの、 水山ビルなんですけれども、はい、ここの2階でサラムモロッコという会社を経営されてます、大西久江さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。大西さん。はい、はい、なんか今そこ、内原さんなんか本持ってますね。はい、はい、まさにサラムモロッコありがとうございます。会社の名前そのまんまサラムモロッコですね。はい、そうですね。はい、おおおお、めちゃくちゃ面白いですこれ。もう読まれたんですか？いや、全部読んでないんだけど、もうね、全体的にこう写真で、あ、もう行きたくなるような内容なんですけど、私知らなかったんですけど、はい、サハラ地方の内容とかって、何ですか？サハラ砂漠。サハラ砂漠？サハラ砂漠。モロッコ？そう、モロッコ。で、ちなみにモロッコの専門の会社ってそうないんですよね。はい、そうですね、専門でやってるのはうちだけ、はい、まあ、日本をベースにやってるのはうちだけですね、多分。オンリーワンの会社。そうですね、一応。じゃあ、うん、はい、じゃあもう全国各地からモロッコ、モロッコって、そうそう、モロッコ、モロッコって言ってきますね。テレビ番組のだって収録のお話もあるでしょ。あ、そう、テレビ番組の収録の、まあ、コーディ、現地の撮影のコーディネートとかも、うん、最近結構メディアにもモロッコで出てるので、うん、よく見る、最近。うん、そう、だから現地のコーディネーションさせてもらって、ついこの前、先月もしてきましたよね、私現地。この前、イチハラジュニアだったんですかね。チハラジュニア、うん、行ってましたよね、モロッコ。千原兄弟が今やってる、こんなとこに日本人って番組。あららモロッコ版をうちの会社が。マジっすか。一応現地コーディネートはしましたけど。じゃあ、千原兄弟お会いしたんですか。あ、私は日本待機で。うちの別の日本人スタッフがいたので。そう、すごい。いろいろ話聞きましたけどね。来て、はい、モロッコに住んでらっしゃったんですか。そうです、20代の時に2年ぐらい住んでたんですよね。でも言葉も、うん、若干、まあ、フランス語が第二公用語なので、フランスは日常会話ができるぐらいで、本当はアラビア語なんですけど。フランス語が通用するんですね。そうなんですよ、フランスは保護領だったので。え、モロッコってそもそもどこにあるんですか。そもそもですね、北アフリカにございます。私わかります。北アフリカ、うん、ここら辺、ここら辺。あ、これが北アフリカ。そうそう、ここら辺にある、うん、そうそう、ここですよね。大西洋側。そうですね。今ちょっとよく分かんなかった。こうあったら、うん、ここら。あ、そうそうです。そうそうそう。ですよね。そうそうそう、すげえ。あ、ね、ちょっと頭が。なるほどね。え、それは、なんか、サハラ砂漠がある。サハラ砂漠っていうのは8カ国ぐらいに、またがってるんですよ。またがってるんですよ。へぇ、その一部に、まあ、はい、モロッコもまたがってるという。なんか南の方がサハラ砂漠、モロッコの下の方。あ、だけど、上は地中海だし、左側は大西洋。で、山もあってっていう、すごくね、いろんな自然豊かなというか、いろんな顔を持ってる国なんですよね。面白いでした。モロッコって有名なものって何があるんですか。有名なもの、はい、まあ、建物だったり、食べ物はそれこそタジン鍋って、うん、あ、聞いたことあります。流行ってますよね、一時期流行りましたよ、日本で。タジン鍋、食べ、うん、こういうこういう、こういう三角形の、あ、あるあるある、うん、あれ、もともとこうやって上から出てくる。え、そうそう、そう、ボコボコっていうか湯気がね、うん、湯気がね、無水鍋としてこう日本だけ。あ、わかるわかる。え、私台湾で食べました。え、違う。それはわかんないですけど。はい、いや、今結構日本では普通に売られている鍋で、それはもともとモロッコの食事で、はい、多分無水鍋っていうので、多分日本ね、健康志向の日本人が持ってきて、そのこう日本風にこう改良して、今は大人気で、誰もモロッコのものとは思ってない。あ、日本に浸透してしまってるわけ。浸透してしまって、そうそう、だからタジン鍋っていうと、ああっていう。
中何が入ってるんですか？なんか煮込み料理なので何でも基本いいんですけど、うん、なんか、まあ、ビーフとお野菜とか、うん、チキンとお野菜とか、うん、お野菜ってもポテトだとか、うん、人参とか玉ねぎとか、一緒にあの煮込んで食べる。へー、鍋っぽくないですね。そう、鍋っぽく、そうですね、うん、スープみたいな、そうね、スープにはならないんですけど、そう、鍋、そうだ、鍋って言ってはいけないかな。もともとはその遊牧民かなんかの食べ物やったみたいな、なんかそんなの。あ、もともとは、まあ、いろんな説があるんですけど、その無水鍋なので、はい、うん、素材をぶち込んで、うん、お水を使わないんですよ、うん、ってことは、つまりお水が少なかった、うん、あのサハラの乾燥地の方で、うん、まあ、お水を使わなくてもできるようにっていうので開発さ、開発が、まあ、みんなあのね、モロッコ人がこう考えた、うん、鍋って言われてますけどね。へぇ、モロッコのちょっと簡単な歴史ってどんなんなんだろう。簡単な歴史、おモロッコの、うん、ざっくり、話せば長くなりますけどもともとベルベル人というその、はい、まあ、原住民と言われる人たちがいて、はいはいはい、その人たちは、まあ、本当大きく分けると3種類ぐらいいるんですけど、はい、その人が普通に平和に暮らしており、はい、そこに600年代かな、西暦の、うん、に、イスラム教徒が入ってきて、うん、そこでイスラム教の布教が始まるんです、うん、でオスマントルコとかの時代、オスマントルコ、はいはい、確かね、確かそれね、はい、でそれからイスラム教の国になって、はい、どんどんイスラム王朝がこう攻防、いろんなこうね、大きくなったり小さくなったりして、はい、で、今に至る、簡単にね、めっちゃざっくり言ったけど、はいはい、フランスはで、あ、そこで、はい、あの戦時中ぐらいに、はい、まあ、いよいよ1900年代前半に、はい、あのフランス領になって、うん、でもね、本当に20年、30年ぐらいだったんですよ、その保護領の時代って、うん、で、すぐ独立して、うん、戦後と同時に、でも 今でもずっと、まあ、独立してるんですけど、うん、フランスがやっぱりあのフランス軍とかが道路作ったりとか、うん、列車作ったりとか、線路作ったりとかしたので、うん、影響はすごくあの濃くって、いまだにフランス語が喋られてるという。へー、あ、じゃ あのフランス語で言ったら、うん、まあ、フランス語やったら全然通じるみたいな。通じる、フランス語だったら、フランス語さえできれば、アラビア語できなくても全然通じる。へー、そうなんですよね。すげえ。これなんか海ありの、草原ありの、そうそう、山ありの、うん、山ありの、山は結構高い、4000メートルぐらいの山もあって、だから冬は雪も降ってるので、うん、山に、なんか、えらい行った人間から言うとすごい良かったって言ってもらって、ありがとうございます、ありがとうございます。義理の母も去年、はい、モロッコ、そういえば行ってきてて、ラクダの、はいはい、うん、ラクダでしたっけ、あれの、はいはい、川で作った財布のなんかお土産もらいました。あ、ある家に、そうそう、あ、そう、革製品とかね、結構女の子バブーシュってこう、あの、なんだろう、スリッパ、はいはいはい、革製のスパンコールとかシュシュとか入って、そういうの今すごい人気ですけどね、うん、かわいい。この前、あそこのアフリカのイベントを中央公園でやったんですけど、あの時、大西さんのところがテナント出してたんですよ、モロッコの。で、そこでなんかグリーンティーやない、何ミントティー、あ、ミントティー、うん、ミントティー飲ませてもらったんですけど、はい、激うまやったんですよ。美味しそう、ありがとうございます。本当に癒されました、あのグリーンティー、ありがとうございます、ミントティー、ミントティーね、モロッコじゃなくて飲めない、うん、モロッコ産なんですよ、あれ。そう、モロッコで、モロッコでよく飲まれている。あの、だから、普通の人たちが緑茶を飲むような感覚で飲んでるのがミントティー。いや、あれって、こっち側で売ってるんですか？あの、多分茶葉はなかなか手に入らないかもしれないですね。あれ、あ、本当に、あの、でも中国緑茶なんですよ。へー、ベースはね、はい、でそれを煮出してそれにフレッシュミントを入れて、はい、入れるとあの香りが立って、美味しそう。で、お砂糖をたくさん入れて甘くして飲む。あれ、箱買いできないですかね。箱買いで、箱買い、向こうに行った時にじゃあ買ってこようかな。箱買いするわ、私たち。ジュンね、その日本茶以外、あんまりお茶ってなんか、あとティーとかいうのあんまり飲まないんですよ、うん、あんまり好きじゃなくて、あ、あれ美味しかった、相当うまい。嬉しい、ね、ロックみたいですね。これ絶対ヒットしますよ。ぜひぜひ。ありがとうございます。そういう風に言ってもらって嬉しい嬉しい。他にモロッコでこう有名なこう土地とか、モロッコの場所とかは、名前を多分皆さんよく聞いたことがあるのはカサブランカ。そうじゃん。あ、はいはいはい。カサブランカ花かと思ってました。そうそうそう、花ね、名前と一緒ですけど、町、はい、の名前でもあって、あとカサブランカって映画もありましたよね、昔、ね、昔、うん、昔、昔、白黒の映画。カサブランカってけどスペイン語じゃないですか。そうです。で、あれ、すごい意味。すげえ。傘が家で、ブランカ白でしょ。はい。それは、あの、昔、フラン
ランス、もちろんフランスにも占領されてたけど、スペイン人とかポルトガル人も侵攻してきたことがあって、隣ですからね。そうそう。で、海から普通こう船で来るじゃないですか。その時海から来てる時に、遠く白いこう家がいっぱい立ち並ぶ街が見えたんですよ、スペイン人から。で、スペインでその街カサブランカで着いた時に、スペイン人たちが、あ、白い家カサブランカに着いたって言ったところからカサブランカに行った。へぇ、なんか素敵。いや、それがモロッコは、なんかこの写真にも載ってるみたいに、白いなんか真っ白な家がいっぱいあるんですよね。そういう地区によってね。地区によって、地方によって、あの海沿いは多い、そういうとこ。青い家があるんですか。青い街。あー、シャウエッセみたいな。シェフシャウエ、シェフシャウエ。シェフシャウエ。それモロッコ。私テレビで見たことあります。本当に青い、ま、青いやつですよ。青いやつ、青い、あの街並みが。あ、それモロッコです。へぇー、行きたい、行きたいと思いましたもん。あ、ね、可愛いね、可愛い、おとぎの街みたいな。へぇー、おしゃれ。親子通りみたいに落書きいっぱいないですか。ないですね。ないないね。落書きの文化は日本だけ。いや、ブラックもすごい。やっぱそうなんですか。アメリカも多分すごいと思う。モロッコはないんですか。モロッコはあまり見ないですね。いいですね。意外となんでですかね。なんでですかね。缶スプレーがないんじゃない。それはあるかもしれない。それ買えないんだと思う。ペンキとかだね。あ、ペンキじゃかけないよね。ペンキじゃない。そう、缶スプレーがないと。そうだそうだ。だから多分買えないっていうか、きっと効果なんだよ。治安とかはどうなの。ほら、今なんかちょっと治安って言いますもんね。いろいろほら、誤解されてるけど、そういう今イスラム国とか、同じと。そうなんです、イスラム教の国だから、なんかそういうのがやっぱりね、一緒にされちゃって、すごくやっぱ日本人に減ってるんですよね。実際今回も行ってたんですけど、みんな口々に、なんで日本人来ないんだ、なんで来ないんだって言ってるんですけど、街はいたって変わってて、本人たちはそれがなんでかわからないぐらい普通で、で問題はもちろんね、分かってるけど、こういう問題だから怖がって来ないんだよって言ったら、モロッコは関係ないだろうってみんな言うんですけど、もちろんね、テロのあの人たち、イスラム国の人たちがモロッコ出身とかもやっぱ出てるけど、モロッコの国自体は至って安全というか 100% は言えなくても、あの普通の中東の国よりは全然安心。で、実際に過激派組織みたいなのがいないわけよ。ほとんどいない。で、いてもあのちっちゃい時に摘発されちゃってる。だからそれぐらいモロッコの警察ってすごく優秀って言われていて、国もまとまってるんですよね、ちゃんと。国も王様の王国なんですけど、王様すごい人気者で、国民に好かれてる王様なので、すごく落ち着いて安定している国なんですよ。会ってみたい。私も会ったことないですけど。会えないですよね。なかなかね。人気者って言われるんだ。会えるかなと思って。どんな陽気な人かなと思って。会えない。さすがに会えない。日本人でも天皇陛下会えませんか。そう、人気者でも会えないよね。そうですよね。そうなんですよ。なんか秘訣があるんですかね。なんか人気者の。いや、貧しい人たちの味方。あ、だからその前のその彼のお父さんの王様の時はどっちかというと富裕層の味方の王様だったのが、変わってから若いんですよね、比較的50代ぐらいかな、の王様、40代ぐらいの時に王様になって、で若いのでその、まあ、田舎の方の子供たちに学校を作ろうとか、あの教育を与えようとか、そうやってこう貧しいところをこう発展させるようとしてるので、すごく、ね、人気の、そういう人たちに人気があるので、モロッコならその全体的には治安はいい、治安全体的にはいい。なんかケニアとかなんかあそこら辺治安悪いとかいいじゃないですか。あのね、そんな感じは全然ない。じゃあ女性一人でも大丈夫ですか。意外と大丈夫。あの女性一人でも意外と多いですね。あ、そうなんですか。多いし、で都市部では町の人がいっぱいいるとこなんかは、夜のね、本当に9時、10時まで普通に歩いてる。女性の。まあもちろん一人歩きあんまりしない方がいいけど、場所はちゃんと選んだ方がいいですけど、あの観光地というか人が集まるところは遅くまで、10時、11時まで結構います。いいなぁ。意外と雰囲気はそんな怖くない。ちなみに物価ってどのくらいなんですか。物価は日本よりは若干安いですけど、東南アジアとかみたいにめちゃくちゃ安くはない。だからその一食お昼ご飯食べるときに、まあ安くて2、300円とか。ただ観光地とか観光客向けだと普通に500円とか1000円ぐらいいっちゃうぐらい。なのでちょっと観光で食べていこうとしていっている国なので、観光資源をどんどん増やしているから、観光客が集まるところは若干高いけど、まあいい
ものというか、うん、おしゃれなレストランでとかっていうのはありますけどね。はい、一旦じゃあそろそろ CM 入りましょうか。そうですね、ですね、うん、はい、じゃあ一旦ちょっと CM 入りましょう。あれ、おんじさん、モロッコのタツっているじゃないですか。タツ、モロッコのタツ、モロッコのタツっていなかったですか。何ですか。なんか、ね、わかんない、ごめんなさい、わかんない。なんか戦後の暴力団かなんかでモロッコのタツやった、モロッコのマサやったんですかね。知らない。モロッコのタツって知らないですか。マレーのトラみたいな、そんな。なんかあるんですか。いや、いましたよね、モロッコのタツって。あ、いるんですか。え、日本にですか。この前コンビニで、あ、なんかこう、あの、あるじゃないですか、あの本が、あら、見せたらモロッコのタツって書いてありましたもんね。おお、モロッコ通のおじさんも知らないっていう。知らなかった。え、なんですか、それ日本人なんですか、タツって。タツは日本人です。でも、見たら、モロッコとは全く関係なかったみたいな。なんでモロッコのタツって。微妙が。それは分からない。微妙が。なんでモロッコだったんでしょうね。なんでモロッコだったんでしょうね。そもそも、あの、大西さん、なぜモロッコだったんですか。他にいっぱい国があるのに。そう、他にいっぱい国があるんですよね。で、私もともと学生の頃から英語が好きで、旅行も好きで、いろんな国に行ってて、で、大学卒業して、旅行の添乗員の仕事をしてたんですよね。なんか海外の添乗とかも、こう、まあ行ってて、いろんな国に行ってる中で、ある時、4年ぐらい経ってから、ある時、モロッコに初で行ったんですよ、仕事で。で、その時に、すごい衝撃を受け、何この国面白いと思っちゃって、いろんな国見てる中でも、なのに、そこ行って、すごい面白さを感じたんですよね。興味深いというか、奥が深いというか。何年ぐらい前ですか。それはね、もうね、13年前。なんですけど、それで、あ、面白いこの国と思って、はい、で、ちょうど私フランス語も学びたかったので、で、フランス語はこの国こう、ね、第二公用語だからと思ったし、物価も日本より安い、フランスよりも安い、というので、あ、じゃあ仕事辞めて行っちゃおうかなと思って、すごい、もう一回仕事辞めて行きました。行ったのがきっかけです。行って何したんですか。行ってフランス語を学ぼうかなと思って行ったんですよ。でも、まあ、行ったんですけど、もうちょっと学校行き始めたんですけど、フルタイムの学校がなくって、要するに毎日ある学校がなくって、まあ、下調べが悪かったんですけど、何もすることないので、で、現地で、あ、でもその仕事でね、添乗で行った時に、旅行、日本人が現地でやってる旅行会社があるって知ってたから、そこに飛び込みで行って、仕事ありませんかって言って、で、じゃあ雇いましょうか、みたいな。すげえ。やって、まあ、ご縁ですけどね、たまたまそれで。まあ、添乗員の経験があったから、まあ、そういうガイドさんみたいな仕事とかで、まあ、雇ってもらって、まあ、それきっかけで結局2年ぐらいいましたね。2年でビザってどういうのになったんですか。で、ビザはその会社がちゃんと取ってくれて、あ、初め学生ビザかなんかで入って、で、あの、下調べした時に大使館とかに問い合わせたら、あの、学生ビザもありませんと、とりあえず行ってくれと、で、向こうで行って、向こうでやってくれって言われたんですよ。緩いわね。適当ですね、それ言われて、で、しかも3ヶ月はビザいらないんですよ、観光ビザ、はいはいはい、ないから、とりあえず行って向こうで申請しろと言われ、で、向こう行って学校入って学校で聞いたら、うん、そんなのないって言われて、で、そう、結局じゃあ3ヶ月おきに出なきゃかなって思ってた矢先に就職が決まったので、そうそう、ただその間に、あの、9.11 が。のテロが起こった。はいはいはい、覚えてます、覚えてます。その頃なんですよ。はい、なので、そこでまた日本人のお客さん激減して、まあ、もうクビになりそうになりましたけど、それでも何度かしがみつき、何でもしますからって言って、すげえ。モロッコにあのたどとどまって、まあ、はい、親の仕事一応してました。空港のお土産屋さんで働いてましたから。へぇ、そうそう、海外で何でもしますかって言ったらちょっと怖くない。何させる、怖くないですか。怖え、ちょっといいな。確かに確かに、まあ、すごい。いや、若かったな、20代だったから。いやいや、逆に20代だから売られそう。こっちに帰ってくるきっかけっていうのは、こっちに帰ってくるきっかけは、まあ、あの、お仕事 の、まあ、その契約っていうのもある、ちゃんと決まってる、まあ、更新なので、それで、まあ、そこがちょっと終わって、もうそろそろいいかなと、こう、名残惜しいぐらいで帰るのがいいかなと思って帰ってきましたね。はあ、やっぱり結構向こうの現地の言葉喋れるようになっても帰ってくるんですか。フランス語が、まあ、ちょっと、まあ、日常会話ぐらいかなっていう感じで、お仕事はもう英語でしていたので、そうなんです。英語はもう、あの、通訳もしよるぐらい、あの、英語もペラペラなんですよ。英語は好きなので。すげー、はい、
ちなみに向こうに行って言葉を覚えるコツって何かあるんですか？例えば、女の子だと彼氏作ったらいいとか言うじゃないですか。それも一つの方法ですけど。あ、方法ですね。ですけど、あの、はい、一番やっぱりローカルのモロッコ人だったらモロッコ人とずっと話すというか、うん、要するに英語ができないモロッコ人、フランス語とかアラビア語しかできないモロッコ人とお友達になったり、街出かけてネゴーショとかもアラビア語でしかできなかったりするから、そこで自分で行ってとかってやったりしてましたね。ということは今英語とフランス語と、あとアラビア語、あれは少しだけ、本当にすごいすごいですね。かっこいいな。インターナショナルですよね。はい、現地の彼氏とかはできなかったんですか、若い頃？それは若い頃ね、はい、若い頃いましたけど。あー、すげー、やっぱりそうなんですね。やっぱそれで習得したんですね。まあそうですね。それもありのみたいな。いや、でもやっぱり宗教の違いって大きくて、イスラム教の方とはやっぱり無理だなって思うことがあり、それ以来ちょっとこう応援させていただいてます。ラマダンとか、ね、やっぱり肉が食べれないとか、いろいろ豚肉が食べれないとか、はい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 、1日5回のお祈りとか、それって合わせないといけないんですか、彼氏に？ほんと、まあ、基本合わせなくていいんですけど、結局でも生活がそうなっちゃうし、あの、まあ、そういうやることは別にあんまり本当は問題ではなくて、やっぱ考え方、考え方がやっぱり全部神様が決めちゃうし、みたいな。なるほどなるほど、わかります。なんかあんまり言っちゃうとね、あれなので、なんですけど、根本的考え方がやっぱ日本人とは違うから、その辺が難しいのかなっていう気がしますね。モテますか？日本人の女の子モテますよ。へぇー、マルル、今世界共通でどこ行ってもモテる。モテる、あはははは、なるほど。この前までちょっとカナダ行ってたんですよ。そうそうそう、カナダ行ってても、カナダ人からめちゃくちゃモテて、パリにもモテすぎて、はい、こっちに帰ってきてます。あはははは、すごいな、それ。あ、ほんとだ、うまいまとめだ。さすが、さすが。まあでも、あ、日本人やっぱモテるんですね、女性。日本人の女の子は基本的にやっぱり優しいっていうのと、すごい気が利くっていうのがやっぱり浸透していて、思いやりがあるというか。で、またちっちゃい、ね、ちっちゃい人、ちっちゃいイメージでしょ、で、年取ってても若く見える、可愛らしい、で、黒髪で、みたいな、っていうので、すごいモテるんだ。そうなんだ。はい、どこの国にいてもモテますね、多分。モロッコだけじゃなくて。これなんか福岡、女性がすごい余ってるらしいみたいな。なんでそれ、いやいや、本当に相当余ってるんですよ。これもちょっとモロッコでもどこでも行った方がいいですよ。国内で見つけるより。そうそう、でも本当にね、本当にそう思いますね、みたいな。ね、そんなモテるんだ。これで大西さんはこっち帰ってきて、はい、でそのランドオペレーターってやったんですね。そう、ランドオペレーターっていう、こっちでサラムモロッコっていう、そうですね、会社を作ったんで、ちょっとあの、まあ、旅行関係の仕事なんですけど、ちょっと旅行会社とは違って、クライアントが旅行会社さんなんですね。へー、 B2B なんだ。 B2B、 そう、そうです。だから海外旅行 の、 あのパッケージ旅行あるでしょ、あれって基本的に日本の旅行会社さんと現地の旅行会社が組んでやってるんですよ。で、うちはだから現地の旅行会社にパートナー会社があるので、そこと一緒に、まあ、現地のすべてホテルとかドライバーとかガイドとかを手配して、それをパッケージングして日本の旅行会社さんに売るっていう仕事をしてるんです。へー、すげえ、そんなお仕事あるんだ。そうだ、海外旅行の場合はほとんどそういう仕組みですね。そうなんですね。人気がある国はだから日本に支社があったりとかするけど、もともとは向こうの国でやってる人たち、私たちもそういう強いスタンスでやってるんですね。どっちかというとモロッコ側に立ってる私たちもっていう形でやってますね。今だって何人、もう4人ぐらい従業員の方もおられる。今、まあ、こっちには3人、こっち3人いて、現地に日本人が1人。すごい。いや、それだけ人も養っていけるぐらい結構儲かってますね、それ。すごいですね。いやいやいや、そうそう、いかがくですね。オンリーワンだからですね、やっぱ。そう、まあそれも強いかもしれないですね。要はその、じゃニッチな国を選べば、そのお仕事って成り立つんですか？ニッチな国とプラス日本人にとって魅力的な国であれば、で、ニッチはニッチでも日本人行っても全然響かないよねっていうような国だと多分厳しいと思います。そうですよね。そうそう、モロッコ本当に今人気ありますもんね。で、テレビでもバンバン今紹介されてますし、最近はね、ありがたいことにですね。あ、それでその番組のお話も。そうです、そうです、はい。いろ、どんな番組出られたんですか、他に。番組出てないんですよ、出てない。コーディネート。どんな番組とこう、コラボって。これ、それこそ、
行ってみたら、違う、なんか海外行ってみたら本当はこんなとこだったの。あれは私が一緒に行ってこう行ったりとか、ケガのモロッコ版とか、あとはよくこう秘境に住む日本人みたいな、あれのモロッコ版とかも結構去年とかはすごい多かったんですよね、そういうとか。なんかほとんど東京のテレビ局ばっかりですけど、福岡でも福岡の人と何回かやったことあって。へー、テレビ局ってそれで結構ギャラ払ってくれるもんなんですか？はい、僕もたまにブラジルで、その自分が書いた記事を、読んでから行きたいっていうのがおるんですけど、金くれないんですよね。金くれないんですよ。おいみたいな。それはボランティアでやってるって思われちゃったのわかんない。ちゃんと金くださいって言わないかんのね。腹立つわみたいなね。他はどんな番組と？他どんな番組ですか？はい、多分単発ものがでも多い、気候ものというか旅もの、だから、BS がでも最近多いですね。 BS って旅行もの、気候ものが多いんですよ最近。なのでその BS のお仕事で、去年とかそれこそ名前で忘れちゃったけど、女優さんの女の子と一緒に回ったりとかいうのもありましたね。そんなことができるんですよ。いいなぁ。できれば仕事ね。でもめっちゃ大変ですけどね、ほんと現場はすごい大変。今回だって2ヶ月行ってたんですか？もう2ヶ月まだ1週間ぐらい前に帰ってきたばっかな。マジっすか？2ヶ月ぐらいですよ。年に何回行ってんすか、モロッコ？年にでもそんな回数的には少ないです。行ったらちょっと長く行く。太いんですね。遠いから1回1回小刻みに行くと自分疲れちゃうので。何時間ぐらいかかります？ダイレクトで行けないので、乗り継ぎでしか行けないので、乗り継ぎ時間とか全部入れると25時間か30時間ぐらい。やばい。ですよね。はい。かっこいい。行きたいな。それって携帯とかどうしてるんですか、連絡取るとき？携帯は向こうで、向こうにもう自分たちの携帯使えますし、でもまあロシア通話高いから向こうの SIM 買って、とか Wi-Fi とかも全然つながるので、LINE、最近はもっぱら LINE、LINE とかで話したりとかしてますね。しかし、親不孝通りにまさかこんなですね、モロッコに特化した日本オンリーの、オンリーワンの会社があるとはですね。世界をまだにかけてかっちょいいっす。さらにこの我々のここのビルにありますから。かっちょいい。親不孝通りからモロッコへですよ。ぜひ皆さん一緒に行きたい。行きてー。ちょっと親不孝通りに行きたいですね。町内会ツアーかな。いやー、どっからか金出んすかね。ちょっとまた親不孝通りもいろいろほら今国際的になってきてるし、国際イベントとかもいろいろやるんですけど、ぜひね、モロッコも一緒に入ってもらって、はい、ブラジルとかモロッコとかカイナとかいろいろありますからね。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。あっという間に時間が迫りましたけども、最後私がこうやったら真似してくださいね。で終わりますんで、はい、じゃあ参ります。今週も親不孝通りにすら出せよな。